はい、どうも T チェス、今回です。今回は今日の動画は歴史に残る動画かもしれませんということでね、今回無料で殿堂当てていきたいと思います。ということでね、ちょっと前にですね、動画でも言ったんですけど、今ですね、このペニンシュラ大脱走があるんですけど、こちらをねやると、超限りなく確率は低いんですけど、無料でこの電動車と電動水晶が手に入るっていうね、お話はしたんですけど、中国サーバーの方、向こうのサーバーでは2人ぐらい出てるっていうね、お話もしたんですけど、今回なんとね、JP サーバーでついにね、電動車が出た人がね、いましたね。すごいな。めちゃくちゃ確率低いのによく当てたねって感じで。そうね、これちゃんとね、出てた人がいたんですけど、その方はですね、10個、箱を開封して、超レアが1個出て、その1個からこの電動車出てましたね。すごいな。って感じで、僕もですね、このサブアカ、結構ね、レジャーやってて今64個あるんですよ。なので、今から鑑定も1回出して、これ鑑定して、1回、2回あるんで、鑑定出しまして、あ、いいね、10個めちゃくちゃええやん。はい。あ、間違えた。1個やっちゃった。で、やっちゃったけど、これは脳幹としまして、脳幹にして、もう1個鑑定に出して、はい、8個ね。いいね。はい、8個出まして、で、ボックスなんと81個あるんで、これ開封したらさすがに出るんじゃねってことでね、ちょっと、こちら全部ね、開封していきたいと思います。よし。これで電動車出して、僕も歴史を作ります。で、まずはね、大前提として、その超レアを出さないと話にならないので、まずは超レアを当てていきましょう。それでは81個開封していきます。無料電動チャレンジ、いくぜ。はい、80個だからね。なんせ超レア何個かな、80個開封したら5個ぐらいは出てくれるんじゃないかなと思うんですけど、そんなにね甘くはないと思ってます、個人的には。全然甘くはないと思ってるんで、なんなら5個も出ないまであるかもな。ちょっと5個すら怪しいけど、1個は出るでしょ、さすがに。こんだけ引けば、1個は出てくんないとちょっとさすがにやる気出ないわな。なかなかまず超レアが出ないっていうのが難しいとこなんですけど、やばいな。このペースだとまずいぞ。これまずいな。はい、もうひたすら連打していきますけど、やばくね、これ。いや、5個もちょっと高望みしすぎだったかもしんない。わかった、3個でいこう。とりあえず今10個目ですね。はい、10個開封して、未だなし。結構渋いか、マジで。これ70個って日が暮れるな、これ。日が暮れるぞ。いや、ガチで、無料で電動車欲しいよな。ましてやサブアカとかだから、めちゃくちゃ欲しいんだけど、どうかね。待って、マジで超レア出ないじゃん。こんなに超レア出ない。やばくない？人によってね、これはね、やっぱ運なので、出る出ないがあると思うんですけど、さすがにゼロだけはやめてね。ちょ、待って。ゼロだけはやめてよ、80個開封して。さすがにそれはないよね。うわー、やばい、ちょっと待って、心配になってきた。俺5個とか言ったのがバカバカしく思ってきたわ。さすがに出るよね。あ、今んとこもう20個ぐらい開封してますけど、これゼロですよ、まだ。やばいな。はい。でも、オレンジチップとかは普通にありがたいんで、使い道があるものが出ると嬉しいね。マジでやばくないこれ。結構真面目に俺はピンチだと思ってる。さすがにやばくない。何個開けたら超レアが出るかっていうね、検証にもなるので、ちょっとでもやばくない？さすがに。で、まだあと60個あるからな。これ日が暮れるんだよ、本当に。これやばいって、本当に。本当にゼロはやめてよ、マジで。あ、来るか？あー、ダメか。ちょっとやばいな、これ。やばくね？こんなに確率低いの？超レアの。で、その超レアから出る限定の金枠スキンも欲しいので、それも狙いたいんだけど、そこの話にすらまず入れないというね。ちょ、待って。嘘でしょ？もう30個目だよ、次ぐらい。やばいって、本当に。超レアって本当に超レアなんだ。やばくね？こっから5個出すのは多分無理だよな。やばい、めちゃくちゃ確率低いじゃん。マジでやばい。これなんかやってる？これ。これやってる？やってますね、これ。もうちょっと出てもいいもんだと思ったけどな。嘘でしょ、マジで。本当にお願い。10連とかいうシステムあったら楽なんだけどな。1個ずつじゃなくて。10個一気に開封みたいな。あったらスムーズに行くんだけど。てか、マジで出ないけど。ゼロですか？ゼロだと本当に話にならないけど。やばくね？あ、え、なんか金出た。オレンジから金出た。やったね。とりあえず大爆死は避けたか。全然予想してなかった時に来ましたけど、レアから金が来ましたね。爆走サタン久々に見たな。
もう半分ぐらい来てるよ、もう。いや、マジやばくない？そう、やってるな、なんか。じゃあ一回ちょっとさ、気分リセットすると、一回ちょっと、画面を閉じよう、これ。これ多分流れが悪いわ。ずっと流れが悪いので、一回止めて、一回行きましょう。はい。まさか80個開封してゼロはないよな。え、やばくない？普通に。俺割と真面目に今、絶望してるけど。80個でゼロは本当にやばい。いや、1は来るっしょ。あと30しかないけど。1ね。1でいい。もう、わかった。高望みはしない。1でいいです。はい。5個とか言って悪かった。1でいいですわ。さすがにね、1で行きましょう。1回すらルーレットさせてくんないのかな？これやばいぞ。マジ？え？超レアなくなりました？もしかして。いや、あと20個しかないからね。もうやばいよ。あ、来るか？あ、来た！よしよしよし、やっと1個目来た。危ねえ。とりあえずゼロは避けました。ちょっと1回倉庫に入れときましょう。あー、マジで、とりあえず、いや、こんな引いて1個なの？俺今回絶対ね、確率悪かったな、運的に。運が悪かったわ、普通に。こんなに沼ることはないと思うけどね。60個ぐらい引いて、1個でしょ？やばくない？さすがに。あー、急にでも、急に来だした。いいね。急な、この、最後に確率が収束されるパターン。いいですよ。あと1個ぐらい来てくれたら嬉しいですけど。もう1個来てくれたら、まあ割と嬉しい。ここでなんとか巻き返してくれ。いやー、でも2個か。2個でもちょっと渋いけどな。さあどうだ。少しでも確率を上げて、みんなに希望を与えたい。お、あるぞ。あー、惜しい。惜しいね。あー、やばい。もう5個しかない。あー、ダメか。いやー、罪っぽい。終わるかー、あと4つ。頼む。うわー、ダメか。やばい。はい、ラスト。あー、ダメだ。はい、ということで、確率としては、80、まあ、2個開封して2個でしたね。まあ、約40個に1個。やばくね？確率バカ低いやん。まあ、でもその人はね、1個で当ててたので、ちょっと僕も1個で当てたいと思います。それでは、これで無料で電動、来い！体験！さあ、電動来い！頼む！さあ、来てくれ！お願いします！さあ、来い！お！え？すげえ！え？金枠来たんだけど。すごない？え、普通にすごくない？やったね。いや、ちょっとなんか、複雑な気持ちだね。これ可能性あるか？ワンチャン。これ流れいいな、今。ちょっともう一個行きます。それでは続けてもう一個、これで電動、来い！さあ、頼む！お願いします！さあ、なんか来い！さあ、止まれ！どう？うわぁ、惜しい！惜しい！いや、でもね、悪くないんじゃない？普通に。金が出たという事実が嬉しい。はい、ということで今回ね、検証がてら、やってたんですけど、80個開封して、2個超レアが出ましたね。はい、一応ね、電動車も2人いますので、僕もまだね、ちょっとレジャーやって、また貯めてね、ガチャの方を引いていきたいと思います。ということでよかったら、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いいたします。ありがとうございました。